マゴ城は、信濃国筑馬郡マゴ村に存在した、日本の城である。マゴ塾が存在した、マゴ村は、美濃国ク名郡から、信濃国筑馬郡に移された基礎地域に属しており、戦国時代末期まで、マゴ城は、遠山市、基礎市の市場として機能していた。江戸時代に入ると、名古屋藩領となり、明治時代の廃藩地県により、名古屋県、稲県、 筑区県を経て、長野県となったが、平成17年2月より、長野県基礎郡山口村から、岐阜県中津川市に越境を合併したため、中津川市の史跡となった。孫女は、炎山荘に属していたとされ、鎌倉時代に成立した、東鏡では、源義仲の妹の宮菊姫は、北条政子の幼女となり、美の国炎山荘の市村を与えられたと記され、 これが孫女とされて宮菊姫にまつわる伝承や墓が孫女に伝わっている。室町時代には孫女遠山氏の所領となっていたようであり、永京三年の永京以来五番町に円山孫女様の助、文安元年の代理に円山孫女、長京元年の上徳院殿に円山孫女右馬助の名が見える。なお、王仁の乱事の文明五年には、 東軍の小笠原課長と木瀬谷豊が稲谷と木曽谷から演山荘に進行している。天文年間に入って、海の国の武田信玄が品濃国に勢力を伸ばすと、天文24年に木曽氏も武田氏に降り、続いて遠山氏も武田氏の参加に入った。その後、元気2年頃から武田信玄と織田信長の間で交争が始まり、紅葉軍艦によると、 天正二年、武田勝頼が落とした円山十八市場の中に、孫目の名が見える。天正九年、木曽義政が、武田家を見限ると、孫目城は、木曽市の市場となった。天正十二年小牧、長久手の戦いの際には、豊臣秀吉側につき、孫目城に、島崎茂道を入城させたが、徳川家康法の菅沼正し星名正奈を、 すわよりただの連合軍が、現在のまごめ塾の北に地を張りまご城を攻める、ことを知った、島崎しげは、山村義勝の守るつま城に逃げ、そこで、徳川勢を撃退した。まご城はそのまま放置されたがまごは、戦火から逃れた。慶長五年関ヶ原の戦い以後、徳川氏の領土となり、玄奈元年以降は、終わり国徳川氏の領地になったが、特に手は加えられず、 廃城になった。主角の東側に、大手道と説明版が存在するが明確な意向は、見つかっていない。なお、中津川市三坂には、南東の霧ヶ原にも、丸山城と呼ばれる東山市の市場が存在する。紅葉軍艦第51な内儀、河野、武節、今見、阿てら、ま大井、中津、鶴飛、河田、瀬戸崎、ふた、原、め ありがとうございます。